鴨山です。インターンの戸田です。東です。今日は、茨城県茎崎運動公園にやってきました。ありがとうございます。それで今回は前衛2人と後衛1人でいるので、試合の展開の中で前衛が動いたこと逆をね打たなきゃいけないパターンで後衛の子多いと思います。なので今回は前衛に立ってもらってちょっと早めに動いてもらうので、それとね逆の方向に打つっていう練習をやってみたいと思います。これ簡単そうに見えて意外とねちょっと難しいので、タイミングを遅らせれば遅らせるほどね難しいので前衛が。そのタイミングを今回はちょっと早めに動いてもらって空いている方に打つっていうね展開練習をやっていきたいと思います。それじゃあやっていきます。レッツゴーゴー。こういうことこれ慣れてきたら、今の相手の前衛はかなり早いタイミングに出てきてくれてるので、タイミングを合わせてもらって抜くとか抜かないっていうのをねやっていきたいと思います。これがね本当の試合に近いので、見えたのにミスってしまったりとかっていうのが一番もったいないので、その辺も試合を意識してやっていきたいと思います。これがね試合だから。ありがとうございました。これはね、なんか本当に練習しないとこれ見るっていう技術は身につかないね。僕ね普段こういう練習自分前衛なんでやらないんですけど、相手のね前衛をこう視野に入れながらボールを見ないといけないんで、普通の一本打ちとはまた違う技術になります。前衛としてはタイミングを合わせた時どうだった？タイミングがあっても結局は触れるかわからないので、後衛としてはコースがかぶってもしっかり打ち切ることが多分大切だと思います。こうやって見るのも大事なんだけど、先を通すのもね大事なので、そこの2つの使い分けがすごく大事かなと思いました。後衛的にはどうですか？そうですね。やっぱりおっしゃった通り、一本打ちは大事なんですけど、試合ってそういう状況はないから、試合のための準備としてやっぱりこの練習、もしくはランダにしてもやっぱちょっと前衛が立ってるんじゃないかなみたいな、こういうふうな想定をして練習したらやっぱり。他の人やってないですからね。そうだね。これ本当に特に中高生の子やってほしいなと思います。こういうね戦術的なところも含めた、技術指導などを僕たちエースオンラインスクールではやっているので、もし指導者に恵まれない子とかもっともっと強くなりたいという子がいれば、ぜひオンラインスクールに、ね、入ってください。詳細は概要欄に貼っておきます。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。